品川優、品川優、品川博士、1972年4月26日体は、日本のお笑いタレント、映画監督、品川正二のボケ担当、立ち位置は向かって、左、相方は、正二千春、東京都渋谷区出身、吉本クリエイティブエージェンシー所属、身長173センチメートル、体重70キログラム、作家、 映画監督としては、品川博名義で活動。幼い頃に両親が離婚し、母親に引き取られる。私学館中学校、現、私学館中等部在学中、不良漫画に憧れ公立である、狛江市立狛江第三中学校に転学。東京都立和立西高等学校に入学するも、約1ヶ月で中退。その後、 広島の管楽街で一年間水商売をする。23歳で東京吉本総合芸能学院東京 NSC に第一期生として入る。1995年に同期の庄司千春とコンビ、品川庄司を結成。母親は美容家で国際魅力学会会,会長のマダム道子、品川道子。父親は三夜グループの株式会社山野。 代表取締役元社長、山野外相祖母は、山野愛子。美容家、山野愛子ジェーンは、いとこ。二人の姉と一人の兄がおり、四人兄弟の次男で、末っ子。長子は、ヘアスタイリスト。次子は、シナリオライターエッセイスト。2012年病。兄は、映像プロデューサー。株式会社山野、ホールディングス代表取締役社長、山野義友は、いとこ。 会長の山野明秀、吉友の父は、おじにあたる。父親ときちんと会ったのは、高校入学時で、その後も、ほとんど会う機会はなかったが、父親は、内緒で舞台を見に来るなどしていた。2007年3月、母の美智子が、俳優の片岡五郎と再婚。実際には、中学生時代から片岡が、父親代わりだったと、ブログで公表している。 2010年2月某日、自死でエッセイストであるミカに、神経にカワシュが見つかり、余命4ヶ月の診断を受ける。その後、家族に支えられながら、約2年闘病生活を続けていたが2012年1月7日の朝、亡くなった。2003年9月18日、約10年間交際していた、一般女性と結婚。2009年11月、 不妊治療の末に妻が妊娠したことをブログで発表し、2010年4月15日に長女第一子が誕生。高校時代は野球部出身で礼儀正しい相方の生児とは比較して一般的には好感度が低いことで有名である。スタッフに対する態度が悪かった時期があり、かつては打ち合わせの際に挨拶をしない、台本を開きもしない、 一切目を合わさない、マネージャーを同喝し、プレッシャーをかけるなどの行為をていた。品川本人も、それで仕事が減ったっていうのはあると思うし、単純に打ち合わせとか好きじゃなかったからと述べている。後輩や同期に対して、愛情表現として、聞き方によってはいじめ、嫌味とも取れてしまう言葉を、プライベートで述べていた時期があり、品川本人にその気はなかったものの、口実の山里良太、 マチャマチャなどのように実際に、その発言で傷ついてしまった者も,もいる。2007年に、アメトーーク、で、有吉博之から、おしゃべりくす野郎といったあだ名をつけられた時に、相当ショックを受けたことに関しては、後に、本当は、芸人として喜ばなきゃいけない。美味しいパスだったのに、と反省の弁を語っている。また、当時から映画を撮ろうと考え、 バラエティ界のやつを見返してやろうと思っていという。現在は好感度が低いことを他人からいじられることを受け入れて仕事をしていると述べており、バラエティの仕事が減って以降は映画や著書の印税で生活しているという。ダウンタウンの大ファンであり、前述した他人への態度も往年のダウンタウンの模倣であったことを語っている。しかし、それは松本人志のみであり、 浜田正俊氏は、態度の悪い松本に代わって、捕虜を行っていた。ダウンタウンに対して、挨拶をしなかったことがある。その際、浜田正俊氏から手りを入れられ、ビンタされ、品川の態度を叱責されている。なお、品川本人はこの言葉を受けて、浜田の後輩への愛情を尻号泣したと語っている。アメトーーク。には、 好感度低い芸人として定着しているほか、家電芸人にもレギュラー出演している。パナソニック、松下電機の BD レコーダー、D ガが、お気に入りで新製品が出る日にチェックしており、たびたび買い換える。このことを熱く語った結果、松下さんというあだ名で呼ばれたり、家電刑事として、パナソニックのホームページで PR 活動を担当した。品川のトークに関しては、 同業者からの批判も多く、その胸が、たびたび共演者によって語られている。お笑い評論家のラリー・トーダは、自身の連載で、人気者なのに愛されない芸人として、品川を取り上げ、その嫌われる原因は、品川が売れるために取った戦略にあるとしていた。現実を踏まえて一歩一歩地道にキャリアを重ねる、品川の生き方には、夢がなく、テレビに、夢や憧れを見出そうとしている多くの、 一般視聴者にとっては相反するものであるためだという。ただし同時に、シャレにならないほど不景気で後ろ向きな時代だからこそ、シャレにならないほどリアルでがむしゃらな芸人が結果を出しているとも評していた。現在は他人に対しての態度を改めており、2017年に、良かれと思って、で打ち合わせを隠し撮りしたところ、上述したような態度は見受けられなかった。 一部の同業者や世間、スタッフからの好感度は低い一方、バラエティ番組での共演者や映画で仕事をした役者などとは強固な信頼関係が築かれており、自身のインスタグラムには共演者と共に映った写真が掲載されている。また、インパルスの板倉敏行、ロッチの中岡総一などのお笑い芸人とも信仰を持っていたり、人見知りが激しいフルーツポンチの村上岳史にとって、 初めて可愛がってもらえてる、先輩芸人だったりするなど、一概に嫌われているとは、言い切れない側面もある。2018年10月4日の、アメトーク。では6年越しの企画を実現させた、発起人の出川哲郎や、前述の3人を含めた品川を慕う芸人たちを、集めて、常日頃から場を盛り上げ自身を美味しく、いじってくれる品への感謝と魅力をプレゼンする。 ありがとう品川が放送された。前述の回で品川についての該当調査も行った結果、知らない、興味がないが、圧倒的、多数、54票、好き9票、嫌い12票を占めてり、その原因について、テレビ露出が少ないことに加え、今回の企画のように品川を擁護することで、結果的には良くも悪くも尖って目立っていた。 品川の印象を薄めているのではないかという分析が、さていた。2007年2月、爆笑問題の検索チャンで、伊集院光に漫画、鋼の錬金術師をしつこく進め、そのことを伊集院が、ラジオ番組でその態度を、うざいと批判し、それを受け、ネットユーザーの批判が、ネット上で湧き上がった。2011年2月3日、 南海キャンディーズの山里亮太がパーソナリティを務める、ラジオ番組、山里亮太の不毛な議論、TBS ラジオにて、山里が、リンカーン、TBS にて、ある先輩芸人に意地を受けていたことを暴露した。実名は伏せての説明であったが、最後に、品川さ、と言ってしまったため、ネットユーザーの批判が、ネット上で湧き上がった。これを受けて品川は、 自身のツイッターで僕からしたらそんなこと言ってねえよです。山里がどういうつもりで喋ったのかわかりませんと反論したもののにしてもちょっとツイッターでその手のツイートが多いのでツイッターをやめようと思います。山里が悪いということではありません。山里と直接話す前にここで知っちゃってそれに対して腹を立てた自分が嫌なだけですと理由を説明し 同日午後にツイッターのアカウントごと削除する事態に発展した。その後、同月9日に品川は、加藤浩二などの口添えで山里と直接面会し、山里から涙ながらの謝罪を受けた。同月10日放送の山里良太の不毛な議論番組冒頭で、山里は謝罪をし、品川自身もサプライズゲスト、山里には事前に知らせなかったとして番組に出演した。 山里が言われたという品川の言葉について本人は覚えていないとして発言の撤回を強要しようとしが山里が折れなかったために結局自分なら言いそうと半ば認め俺としては愛情表現それが俺の場合は愛情表現が下手くそって言うと釈明した品川は同日夜に山里の発言後からラジオ出演に至るまでの 詳細な経緯や書簡を自身のブログで説明した。品川優としての出演。コンビ出演は品川翔二を参照。バラエティなどドラマほか CM。執筆活動でのペンネームは品川博士。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。